音楽が配信されてるときは選曲した理由とか、しましょうね。入らないでね。20秒前です。で話すときはマイクが欲しい。10秒前です。5秒前、4、3、2、1。しののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たち。時刻は午後2時を回りました。しののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するしのです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組ではやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちを紹介していきます。この番組を通して皆さん一人一人がやりたいことを見つけて、あるいは思い出して始めていく、そんなきっかけ作りを応援する番組になれたらと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。それではここで一曲お届けします。今井美樹さんで Peace of My Wish。 はい、本日のゲストはメイクアップアドバイザーの泉さんです。よろしくお願いします。今動画の方に、はい、よろしくお願いします。今日はちょっと顔出しが NG ということなので、はい、特別にね、すごく美人さんなんですけれども、また改めて顔出しできる日がね来た時に、はい、いらっしゃるように、はい、お願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。で、今井美樹さんの Peace of My Wish なんですけれども、なんでこの曲を選んだんですか？そうですね、この曲が発売された時はまだ中学生とかそれぐらいだったと思うんですけど、はい、当時はのメロディーとか、今井美樹さんの声が素敵だなと思って、聞いて、分かる、はい、いたんですけど、その時も大好きだったんですけど、癒されますよね。大人になって、またこの歌詞の意味とかを聞いてみて、いろいろこう人生波もあったりして、辛い時とかでもこの歌を聴くと元気になれるなと思って、選びました。歌詞の中で覚えてる部分ありますか？そうですね、最初のところ、朝が来るまで待ち続けたよりも、何でしたっけ？朝が来るまで泣き続けた夜も、忘れましたね。なんか力になるみたいな。歌ったら思い出すんですけど。そうですね、私も急に歌えないよ。早速メッセージ来てます。ツイキャスの方に、いつもコメントありがとうございます。チャラカッチャさん、あれ名前が変わってる。しのさん、ゲストさん、こんちーす。はい、今日のゲストさんはね、泉さんという方です。よろしくお願いします。今日何かいろいろ聞きながら質問など あればぜひメッセージください。はい、そして今日ね、メイクアップ、ごめんなさい、メイクアップアドバイザーの泉さんなんですけれども、今まだ活動はされてないんですよね？はい、これから、はい、やっていく予定です。はい、以前もされていたっていうことなんですけれども、はい、以前どこでされてたんですか？そうですね、化粧品会社に勤めていたことがあって、はい、その時にお客様に、メイクをしていました。だから美人さんなんですね。だから
そこでメイクのレッスンとかも研修受けるんですか、はい、アドバイザーの方は。はい、研修も、はい、たくさん受けさせていただいたので、はい、たくさん勉強になりました。ちなみにどれぐらい練習されるんですか、その時。そうですね、まずは最初お友達とか家族とかにお願いして慣れていって、それからお客様にって感じで。そうだった、すぐお客様にではなくて。そうですね、はい。あ、そっか、そっか、大切なね、お客様だから、はい、あ、なるほどね。あ、ちょっと新しい世界を知りました。そうですね、うんうんうん、やっぱり今日泉さんで良かったです。ありがとうございます。はい、まだまだちょっとお時間があるので、動画の方ではね、本番、あ、まあ、これも本番なんですけれども、放送以外で話せる部分を、はい、紹介していきたいので、あ、いろんな質問にお答えいただけたらと思います。ゲストさん、顔 NG なんですか？NG なら仕方ないね。しのさんの顔でも見とくよ。はい、しのさんの顔見てと見てください。もう、はい。ちょっとなんか恥ずかしくなります。今日もなんかお仕事なんですかね、チャラかっちゃんさんは。いつもなんかね、え、仕事しながら見れるんですかね、あるいは、休憩中だから見ているんですかね。まあその辺も後でまた回答お願いします。はい、じゃあちょっと泉さんの方に戻って、なんか趣味とかって何ですか、メイク以外に。メイク以外の趣味、普段なんか何をされてますか。そうですね、DIY とか好きで。 DIY？ はい。え、意外。メイクマンとかで、工具のコーナーメイクアップ、あ、メイクメイクマンとかメイクが一緒、工具のコーナーとか、うん、ペンキのコーナーとか、うんうん、ああいうとこ、板とか売ってるところにいるだけでもうワクワクします、あ、すいません、メイクマンって沖縄だけですかね。多分そう。あ、じゃあこれ全国放送ね、世界配信でもあるので、ね、誤解のないように、メイクマンというホームセンターがあって、そこで、まあ、DIY の家具とか工具とかを見るのが好きっていうことなんですよね。はい、で、何を作ったりするんですか。作るのじゃなくて見るのが好き。作ります。なんで？よく作るんですか。自分前です。一回壁を作りました。壁？え、ちょっと足を回さない。さて、お送りしておりますしののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。パーソナリティは私しのです。この後午後3時まで生放送でお送りしていきます。今日のゲストはメイクアップアドバイザーの泉さんです。泉さんについてメッセージや質問などをお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 FM ギノワンのホームページからユーストリームやツイキャスで映像と音声をお楽しみいただけます。ツイキャスはツイッターとも連動していますので、たくさんのツイートお待ちしております。またスマートフォンで聞く場合はアプリリスラジをダウンロードしてお楽しみください。皆さんお気軽にメッセージくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。では改めまして、第15回目のゲストはメイクアップアドバイザーの泉さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっと特別に顔出し NG ということでしたので、とっても美人さんなんですけれども、また改めてね、顔出し OK になった時にご紹介できればと思います。はい、で泉さんなんですけれども、現在、まだメイクアップアドバイザーとして活動をされてなくて、今後活動される予定なんですね。はい、で泉さんとはブログ
つながりで知り合いまして、でゲストにぜひ出ていけないか、出ていただけないかっていうふうにしてね、ご招待いたしました。今日ね、本当に美人さんなのでもう私としてはすごくテンション上がってるんですけれども、お見せできないのが非常に残念だなっていうね。まあメイクアップアドバイザーとして活動したいと思ったきっかけは何だったんですか？はい、私自身最初大学生の頃にメイクを始めてみて、うん、でも最初で全くやり方とか分からず、冴えない感じだったんですね。あ、それで、まあ、よくある話だと思うんですけど、まあ、失恋というかそういうのがきっかけで、うん、まあ、綺麗になりたいっていう思いからメイクをすごい研究するようになりました。すごい。でこのメイクを研究し始めてもうどれぐらい？そうですね、うん、15年とかですかね。あ、ちょっとまたね、ふと聞きたくなったんですけれどもおすすめのなんか雑誌とかを見ながら研究されてたんでしょうか？そうですね、雑誌も本当にたくさん買って、うん、はい、もう勉強しました。一から独学でですか？独学で、最初は本当に独学で、うん、まずはやり始めて、はい、で大学卒業して、最初は、まあ、違うお仕事してたんですけど、やっぱりこのメイクの、うん、の、関連の美容の関連のお仕事がしたいと思って、もう化粧品会社に、はい、勤めました。出演後メイクを研究して、はい、その後の泉さんってどう変わったんですか？そうですね、やっぱり、うん、すごくこのおしゃれも楽しくなったし、うん、やっぱ女性メイクっていうのは女性にとって特権だと思うんですよ。すごく楽しいし、はいはいはい、やっぱり綺麗になっていけるので、うん、自信にもなるし、うん、こう外見だけじゃなくて内面も自信がついて、こう明るくなれたりとか、そういった、はい、そんな感じ。その後何人の方にアプローチされたんですか？もう美人になって、いや本当に本当に綺麗だからね。あんまり、いや本当よ、で本当よちょっと沖縄なまりになっちゃったけど結構な方に、いや、そのもう覚えてないです。覚えてないくらい多かったそうです。ないです。いやもう本当にね、もうもったいない。あとお見せできないのがね、なんかいたたまれないですけれども、うーん、まあ、こんな感じでね、失恋をきっかけに、まあ、メイクを研究する、ね、メイクの世界に足を踏み入れて今に至るわけなんですけれども、これからまた活動される、以前ね、先ほども動画の方で CM 中にお話をしていたんですが、以前もメイクアップアドバイザーとして活動もされてたようで、それはどういったところでされるんですか？以前、はい、以前はそうですね、うん、化粧品会社で勤めていたので、お客様、いらっしゃるお客様に対して、あ、はい、していて、はい、出張とか の講座とかではなく、ではなくて、はい、あ、なるほど。でそしてこれからされる活動としては、どこでいつから、まあ、始めようと考えていらっしゃいますか？うん、そうですね、今後は例えばティルルさんとか、あ、そういったところで、はいはいはい、場所をお借りして、メイクレッスンなどを始めていきたいと思ってます。あ、でちなみに何人から受付とか考えてますか？そうですね、最初はまずは少人数で3人ぐらいとか。え、少な、少ないですか？でもやっぱりいや多いと思うけどな。なんかちょっともっと自信持った方が15年されてるので研究を。
でもこの一人一人に合ったものを丁寧に教えていきたいので、なるほど丁寧にね、はい、なのでまずは少人数からその一人一人に合ったもの、うん、5人は多いですか？5人だとちょっと一人でやるにはちょっと多いかなと思っているので、なるほどまずは3人くらいから始めていって、それからちょっと人数とかは考えていきたいとは思ってます。わかりました。そしてその、活動は今月そうですね、今月中今準備をしていて、そのレッスンの内容とかを今詰めている段階で、はい、来月ぐらいには開始したいとは思ってます。わかりました。じゃあこの告知っていうのは泉さんのブログを見れば、はい、ブログで頻繁に確認すれば大丈夫ですか？はい、ブログで、はい、告知していく予定です。ちなみにブログのタイトル、はい、タイトル最近変えちゃったんです、はい、変えちゃった、いいと思いますよ。いいですか？はい、幸せ美人のメイクレッスンです。なんか声がちっちゃいもっと自信持って幸せ美人のメイクレッスンです。かわいいはい、幸せ美人のメイクレッスン、はい、もうね隣にいてね、なんかね芸能人で言うと誰かに似てるって言われません？言われませんひろきさん、ひろきさん、なんか芸能人の誰かに似てません？泉さん、パッと出てこない。パッと出てこないあまり言いすぎると、あ、言いすぎると会った時のね会った時のギャップが、そう、分かった分かった、知念里奈さんに少し似てません？知念里奈さん少し似てるかなって思いました。だちょっと知念里奈さん系です。系で、はい、あんまり言われたことないですけどちょっとしなちゃん的にはね、しなちゃん的に私の、はい、視覚からそういう印象を受けました。はい、で今日ね実はブログつながりで知り合った泉さんなんですけれども、今日がなんと初対面で、はい、初めてね、はい、対面するんですけれども、私の印象はどうですか？すっごく明るくて、無理しないでいいですすごいなんか、うん、こっちまで元気もらえるような感じです。ありがとうございます、はい、そっか、他にはとか求めるなんか私もテンション上がりたくて、もっともっともうねちょっとさっきから笑ってばっかりいますけどねいやありがとうございます。はい、でメイクで自分自身がどのように変わったのか、まあ、先ほどもおっしゃってましたけれども、まあ、自分が変わった、それ以外に周りの方にもメイクされてた時にどのように変わっていったかなど体験談とか聞かせてもらえますか？はい、これまであんまりメイクをしたことがなかったとか、うん、苦手だったという方が、うん、こんな顔になるんだ、こんな顔なんて言うんですかこんなに変わるんだ、こんなに綺麗に変わるんだ、そうです、そうですそっちです言い方も少し変えないと、うん、ちょっとポジティブね、はい新しい自分の一面を見つけて、自信がついていったりとか、こうメイクが楽しくなったよって言ってくれたり、おしゃれまで、メイクだけじゃなくてこうおしゃれまで楽しむようになったとか、そういった変化もあったりしたので、はい、すごく顔だけじゃなくて、なんか身の回りにまで気を使うようになったということですね、はい、うわー、ますますなんか泉さんのメイクアップ講座ね、受けたくなりましたぜひよろしくお願いします。3人のうちの1人にお願いします、はい、もうあと2人しかいけないいやちょっとね、やっぱり5人にした方がいいんじゃないかなって、まあね、ごめんなさい無理やりですけどはい、ちょっとまだまだ続きを聞いていきたいと思います。その前にCM を挟みたいと思います。ではここで1曲お届けいたします。 AKB48 で恋するフォーチュンクッキーです。はい、チャラカッチャンさん、AKB ファンの、あ、そうなんですね、チャラカッチャンさんなんですよ。 AKB ファンって書いてる。そう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 、カッチャンさんの AKB48 の、これ好きかな、恋する、フォーチュンクッキーっていう曲をお届けしています。ぜひ聴いてみてください。今、外回りの仕事やからツイキャスしながら聴いています外回りしながら
で、あ、歩きながら、それとも車なんか運転気をつけてくださいねまあでも本当にお仕事も頑張りながら聞いてくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、ではさて、この AKB48 のこの曲を選んだ理由は何ですか？はい、この曲はもう可愛くて、うん、はい、もう元気が、聴いてるだけですごい元気が出る曲なので大好きです。あと PV もこの AKB の子たちが可愛いダンスをしてるのを見てると、はい、なんかもうこっちまで楽しくなってくるので。あの AKB48 のこの曲に出会ったきっかけは何ですか？たまたまそうです、ね、見てたんですか？うん、で、あと、まあ、流行ってたっていうのもあるし、あ、彼女たちが流行ってた時期、で、娘がいるので、娘が保育園でやっぱり流行って、娘が大好きになって、で一緒に見たりしてたので。あ、なるほど。あの娘さんがね、はい、ちなみに今何歳？今5歳です。あのなんかママにそっくりですか？あ、よく似てるって言われます。あ、もう美人さんですね確実に、うん、なんかあのお母さんのメイクをしている姿を見て、娘さんも真似とかされませんか？はい、もう大好きで。え、だもう5歳？はい、実際にやるとかはあまりしないですけど、うん、メイク用品、うん、名前とかもこれは何、これは何って言って結構覚えてて、これは眉マスカラでしょ、これはビューラーでしょとか言ってます国語算数とかではなくてそうそう、すごいですね。もう第二のお母さんの次のメイクアップアドバイザーになるんじゃないですか、いや、モデルさんになっちゃったらいいんじゃないですかね。あ、娘、うん、なんかお母さんがメイクアップして、いいですね、モデルさんとしてね、いやーすごいなで、あのメイク、あの、あ、メイクの、あれは何て言うんですか、メイク用品、はい、あ、アイシャドウとか、うんうん、いろんな、うん、企業さんとか、うん、メーカーさんがあると思うんですけれど も、うん、もうこれは高かったり安かったり、うん、ピンから金まで、そうですね、ですか？いろいろ使ってます。で、ちなみに、うん、あのその一人一人に会ったっていうのは、うん、例えばあの肌がかぶれちゃうような人とか、うん、そういう方にもおすすめのメイクっていうか、うん、そういうメイク用品かなってあるんです。ですね、私が今考えているのは、うん、お客様がお持ちのもので、あのレッスンをしていきたいと思っています。あー、なるほど、うん、じゃあちょっと安心ですね。そうですね、なるほどね。そのメイクアップあの講座の、場所、あ、場所じゃなくて、はい、うん、場所はさっき聞きましたね。費用とかはどれぐらいとか考えてますか？あ、それかな、あ、なんか以前の経験からして大体平均とかって決まってますか？前は会社で売っていたので、うん、はい、今後は個人でやっていくので、うん、前と比べてっていうのは難しいんですけど、うん、そうですね、ちょっと決まってきたらまたそれもブログで。あ、そうですね、わかりました。お知らせしたいと思います。はい、なんか男性の方からひろきさん、メイクに関しての質問とかありますか？なんか女性からよりなんか男性からも聞いてみたいなってふと思いました、まあ、でもさっき言ってたみたいに、うん、女の人ってメイクするの大変だなと思いながらも、うん、メイクしたら綺麗になれるじゃないですか、うんうん、ある意味だから僕としてはメイクはしてほしいなみたいな、うん、あ、嬉しい、なんかその、うん、まあなんて気使ってメイクしないでいいよっていうこともあるんですけどもでもやっぱり、うん、なんていうの、ある意味女の人特権じゃないですか、うんうん、化粧して綺麗になれる。だから、うん、まあ、メイクしてほしいし、こうやってメイクを学ぶとか、うん、そういう講習やってる人は、まあ、いいなみたいな、見てほしいなみたいなっては思いました。ずっとすっぴんは嫌ですか？いや、別にいいんですけどでもやっぱり
ある意味ちょっと権利を、うん、自分のなんていうんだろう、この権利を、だからやっぱりせっかく女性として生まれない、はいはい、だからやっぱり特別な時とか、うん、ちょっとおめかししようってなってメイクするっていうのは、うん、まあ別の男性の人も右レーンにするのと同じ感じで、うん、あ、始まります、女の人も大事かなみたいな。あー、なるほど。さて、お送りしております、しののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。パーソナリティは私、しのです。この後午後3時まで生放送でお送りしていきます。今日のゲストはメイクアップアドバイザーの泉さんです。後半も引き続きよろしくお願いいたします。はい、先ほどメイクアップアドバイザーについてね、いろいろお聞きしたんですけれども、さっきどの辺までお話ししましたっけ、なんかいろいろお話ししたので少しね、忘れてしまいましたっていけないけどねなんか急に飛んじゃったな、なんだろう、あ、そうそうそう、メイク用品とかって、うん、やっぱりいろいろとこだわって見た方がいいんですかね。例えば会社員の方であれば、うん、なんかアイシャドウとかブラウンとかにこだわってて、それぐらいしか単色が数点ぐらいしかないとかっていう方もいると思うんですけれども、なんかこれからメイクするにあたってなんかおすすめのメイクの仕方ってありますか？そうですね、シンプルに よりも結構いろんな色使いした方がいいとか、うん、アドバイザーから見てどうですかね。うん、私が目指しているのは、うん、パッと見てこの人メイクうまいなっていうよりは、うん、あれなんか綺麗になったなっていう、このザメイクっていう感じではなくて、うんうんうん、なんか綺麗っていうところを目指したいので、あ、自然に綺麗、ね、あ、ナチュラル美人、そうですね、なのであんまり色はそんなたくさん使うっていうよりは、先ほどおっしゃってたみたいに、うん、ブラウン系とかナチュラルな色味とかをメインにやっていきたいと思ってます。今日お使いになられてる、はい、このアイシャドウとかお気に入りのメーカーさんってありますか？今日使ってるのはもう本当にプチプラの、へえ、インテグレートかな、はいはいはい、コンビニとかでも売ってるものですね。そんな感じでなんか本当にナチュラルで綺麗だなって ありがとうございます思います。結構、あ、そうそうそう、ちなみにどれぐらいメイクに時間かけてますか？メイク自体にはそんなにかからないんです。10分とか15分ぐらいなんですけど、短い間にこんなに綺麗に。その前にスキンケアとかの方が時間かかってますから、うん、あ、メイクの前に、はい、実はスキンケアの方が大事でもある、はい、そうですね、あ、なるほど、うん、じゃあスキンケアにどれぐらい時間をかけてますか？朝だとまあ10分ぐらいですかね。え、朝は10分、あ、スキンケアに10分、うん、夜は、まあ、美顔器使ったりシートマスクしたりとかもあるので、だから綺麗なんだ声ちっちゃい。でも朝は皆さん忙しいじゃないですか、うん、で私もそうなんですけど、子供もいるしやることいっぱいあるので、うん、そんなに時間はかけられないですけど、やっぱり美顔器をするのとしないのとでやっぱ変わります？翌日違いますね。どうしよう、私今までやったことあ、本当ですか？じゃあちょっと今度やってもらうかな、うん、本当ですか？ちょっと意外な発見でした。ね、ありがとうございます。いい、はい、はい、じゃあまた他にもねお聞きしたいんですけれども、今日ね、なんか泉さんがおすすめのものがあるっていうことで、おすすめの本をね、はい、持参していただいて、いくつかね、じゃあ泉さんからご紹介お願いします、はい、これは可愛いままで年収1000万円っていう宮本芳美さんという方の本です。可愛いままで
年収1000万円すごい読みたくなる本ですね。どうしてこれがおすすめですか？そうですね、この本を読んでみて、うん、私これまでなかなかこうやりたいなと思ってることがあっても、はい、行動に移せないタイプだったんですけど、あ、この今会社員をしていて、これからメイクアップアドバイザーとか、うん、美容の仕事がしたいってずっと思ってたんですけど、うん、なかなか、はあ、子供もいるし忙しいしとか思ってなかなか行動ができなかったんですけど、うん、この本を読んで、あ、やってみようっていう気持ちになって、あ、自然にこの本読んで、はい、こう動き出すことができるようになったので、へえ、はい、あ、じゃあいろいろ行動、こんな風に行動するといいよっていうことが書かれてる内容なんですか？そうですね、なんかちょっとね、ます目次この、はい、この付箋紙とかね、貼られてますけれども、ここかな、あ、読んでみていいですか？はいはい、どうぞ読み上げてみてください、うん、この吉見さんがよく言っているのが、はい、軽く投げるっていうことをよくおっしゃっていて、うん、はい、の投げる球は軽く、そして数を多くということをおっしゃってるんですね、うん、皆さん投げる球がとても重く、そして数が少なすぎます。渾身の一球を投げようとするから、その渾身の一球を磨きに磨いてなかなか投げられないっていうことをおっしゃってるんですね。だから、こう失敗したくないからなかなか投げないっていう人が多くて、あ、行動に移さないという意味、はい、失敗したらどうするんですかって、聞かれても、吉見さんは違う球を違う角度からもう一度投げますという回答をしているそうなんですね。考え方が全然違いますね。そうですね、そっかそっか、違う角度から当たらなかったら、うん、その球が良くなかったか投げ方が悪かっただけなんだけっていうふうにおっしゃっていて、でも皆さんは投げた自分自身が悪い、自分を否定された気分になってしまうっていうことが書かれてて、まさしくこのなかなか行動に移せない自分が、こうやっぱり失敗したらどうしよう、うまくいかなかったらどうしようっていう思いが強かったんですけど、吉見さんがおっしゃってたのが、あとは失敗はただの情報っていうことも、新しい考え方ね、うん、ただこうしたら失敗するから、じゃあ次はこうしてみようっていう風に、どんどんこれをデータとして、うん、なるほど、うんうんうん、いくっていうこととかもおっしゃっていて、いやー、読みたい、新しい考え方ですねはいはいはい、うん、でそしてもう一冊目が、はい、プライベートビューティーブック、これは神崎めぐみさんという方のね、はい、本なんですけれども、こちらはなぜまたおすすめですか？そうですね、神崎めぐみさんもう40歳になる、41歳とかかな、すごいお綺麗、見えないえ、29歳ぐらいに30でもなく、すごい綺麗ですよね、はい、40歳これ修正してないですかね本当に綺麗、そう、言えない。それで、あ、神崎さん美容家で、神崎さんもメイクから始めていった方で、今はもうすっごい、もう、はい、メイク美容雑誌とかにはもう連載、いろんな雑誌にも連載も持ってるし、もう本当にすごい方なんですけど、あとこれもしかもお子さんもいらっしゃる方で、お子さんも、はい、3児の母なんです。わあ、すごい、見えないですね。綺麗で、すごい、もう努力もすごいんですけど、私がこのもうただ綺麗じゃないですよね、やっぱ努力してますよね、努力されてるんですよね、で、このすごい心に刺さった、もう前書き始めにのところなんですけど、はい、はいはい、じゃあぜひ読み上げてみてください、こと、うん、こあれとね、すごい響いた言葉があったんですけど、ありました、はい、はい、いえいえ、はい、どうぞ、40歳からまだまだこの先30年は続く、女としての自分、
投げ出すか楽しむかは全て自分次第。響いた響きますよね。今響きましたよ。いや、女性であることを ね楽しまなきゃって思いました。思いますよね。うんうんうん、ありがとうございます。いやー、ちょっとあの泉さんのおかげでちょっとますますメイクに興味を持ちました。はい、なんか 30歳になった時ってもう20代の頃30代っておばさんだと思っていたし、ひどい。で30代になってもう30代後半になるのとか怖くて、もう40代とか怖いと思ってたんですけど、でもなんか逆にこう精神的にはすごい、まあ成長もするし楽にもなってきたし、そうですね、はい、この40代でも50代でも60代でも綺麗な方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか、うん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 、なので私もこの神崎めぐみさんもおっしゃってるんですけど、なんかこの怖く年を重ねるの年を取るのが怖くないって書いてるんですけど、あ、本当だ、そうですね、書いてますね。それがなんか最近はどんどんなんか楽しめるようになってきたんですけど、この楽しむか投げ出すか楽しむかは自分次第っていうのが一番響いた。本当にそうです。そうだなと思って私は楽しんでいきたいし、あのたくさんの女性の方みんなそうであってほしいなと思います。わかりました。いやー、いい話ですね。じゃあこれからいろんなね女性を輝かせていきたいという思いで活動していきたいということですね。はい、はい、ぜひあのメイクに興味のある方は泉さんのブログ、もう一度ブログタイトルをお願いします。はい、幸せ美人のメイクレッスンです。はい、幸せ美人のメイクレッスンというブログにアクセスしてみてください。はい、では、ここでまた改めて曲をお送りしたいと思います。チャイさんであなたに恋をしてみました。おー、チャイさん、はい。この曲を選んだ理由は何ですか？この曲なんか今日恋って、なんか恋したい気分なんですかね。あるいはメイク、なんかメイク効果、このメイクしたから恋をしたくなった感じ。この曲は月9のドラマの主題歌だったんですけど、ちなみに月9のそのタイトルは何ですか？あ、それも恋だったかな。それも恋っていう、ごめんなさい、あまりドラマとか見てない。ただなんかこの曲が、うん、あの恋をした女の子のこう気持ちを歌ってる歌なんですけど、うん、そういう女の子の女性とかの応援もしたいなっていう気持ちも含めて。なるほど、女性を応援する応援歌みたいな曲になってるんですか？応援歌ではなくて、うん、恋をした恋をしてる女の子の気持ちの歌なんですけど、こういう気持ちの女性を私が応援したい。あ、なるほど、どんな女性？そうですね、もう今ときめいたりとか、そうだから恋をしていて綺麗になりたいっていう、あ、思いを持ってる、そう、そういう方の応援して私が綺麗にします。あ、宣言しましたよ、私が綺麗にしますって。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、私も恋したい。いや本当にね、可愛い、もう泉さんが可愛いから、なんかぜひお願いしたいです。ぜひぜひ。3人と言わず5人とか、なんか そういうまあ3人とかちっちゃいのをこうまずは何個かやっていって。あ、なんいくつか似てるんで、あ、一回じゃない、一回、ごめんなさい、勘違いしました。はい、よかったです。はい、でここでですね、あの泉さんの座右の銘とかありますか？はい、座右の銘というほどではないんですが、最近のテーマとして、はい、自分の心に素直になるというのを最近のテーマにしてます。例えば最近素直になった、うん、件は何でしょう？まさしくこのメイクアップアドバイザーとして活動していこうっていうことを決めたことですね。それいつ決めたんですか？去年なんですけど、この一度
証券会社に勤めた後、辞めてからもう10年になるんですけど、その辞めた時に、でも絶対またやろう、その時は自分でフリーというか個人でやろうって決めてはいたんですね。だけどそれがいつになるのかも分からず、もうこの10年間でもやりたい、ずっとやりたい、でもどうしよう、どうしていったらいいのかも分かんないって悩んでいて、でも結婚もしたし子供もいるし、もうどうしようみたいな感じでずっともや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 してたんですけど、でもやっぱり、ね、人生一度なので好きなことをやっていこうと思って、うん、あ、この本に出会って、本に出会ったっていうのもありますね。宮本芳美さんの本で、あ、もっと軽くやってみたらいいんだと思って、あ、なんかそんなに思い詰めてやるんじゃなくて、ちょっとずつちっちゃなことから、本当に3人とかからでもいいからやっていこうと思って、去年夏ぐらいになんか決めました。あ、すごい、背中を後押ししてくれた本なんですね。いや、読んでみます。はい、これは特に何か起業するという方だけじゃなくても、生き方とかにもあると思うので、特に起業じゃなくても参考になるところはたくさんあると思います。いやー、本当に ありがとうございます。紹介してくださってね。はい、じゃあそして、じゃあそろそろ、はい、次のコーナー、さて最後のコーナーです。やりたいことをするための第一歩、今週の名言。このコーナーでは私の好きな本などを紹介して、その中のメッセージや私なりの言葉をお伝えします。今週は名言ではなく、渡辺薫さんの本の中からモチベーションを一定に保つ方法を紹介したいと思います。今日はですね、美人なね、メイクアップアドバイザーの泉さんにちなんで、こういうね、美人になる方法という本の中から、モチベーションを一定に保つ方法っていうのをご紹介したいと思います。美意識にしても目標達成にしても夢を追いかけるにしても、モチベーションというのは波のように上がったり下がったりします。疲れていたり体調もありますし、忙しいなどの生活リズムや他人に言われたことなど、いろんな影響によって上下することがあります。そして何よりも忘却曲線というのがあって、人は忘れていく生き物です。何もしないと1時間後には 50%、1日後には 70% も忘れると言われています。それに比例するようにモチベーションも下がっていきます。例えば、ライブの DVD を見ると似たような感覚が戻ります。100% ではありませんが、またその時の感情や躍動感が思い出されてきますので、少なからず効果があることでしょう。そして、また次のライブに思いを馳せて、音楽を聴いたり、カラオケに行ったり、テレビの音楽番組を見たりするわけです。このようにモチベーションをキープするためには、自分を定期的に教育してあげるのが一番効果的です。その分野の情報を取り入れ続けることが重要です。あとは自分の目標と似た目標を持った人と情報交換をしたり、セミナーに行ったりすることです。例えば、了承を読むこと、同じような目標を持つ人と交友を持つこと、夢を応援してくれる人と話すことなどがありますが、とりわけ私がおすすめなのが音声による学習方法です。アメリカのビジネス系や自己啓発系のノウハウというのは、大抵オーディオプログラムでみんな勉強しています。最近では、Apple 社の iTunes ストアでは、オーディオブックという勉強用の音声ダウンロードサービスもありますし、本などにも最近は付録で CD が付いていることもあります。またはちょっとお高いかもしれませんが、自己啓発の教材でも
音声や DVD などは販売されているので、好みの方のものをチョイスして聞き流していいので、日替わりで聞き続けるというのをおすすめいたします。音声の素晴らしいところは、大好きなアーティストの歌を何度も聴いているうちに覚えてしまうように、繰り返し何度も聴いているうちにそれが脳内インプット、潜在意識への働きかけとなり、セルフイメージを作り上げるものとなります。また音声は本の40倍の記憶力で覚えられるとも言われていますので、とても効果的なのです。また同じものを聞いても違った気づきが得られるということと、ながら学習ができるというメリットもあります。最近では音声データを速聴音源に変換する無料ソフトもあったり、携帯のアプリで倍速再生ができるものもあります。速聴もまた前頭葉の活動を活発化させることで情報処理能力を高めてくれるとされていて、集中力、イメージ力を高めてくれる可能性があるとも言われています。ですから音声というのはかなり有効活用ができる手段です。そしてモチベーションキープのためにもう一つできることは、自分のパターンを知るということです。つまり、いつもはどうやったらモチベーションが上がっているかということを自分なりに知っておく、できればデータ化しておくこと、それゆえにそれらを知っていれば、下がった時に上げる方法をいくつか用意しておくことで対処することができるでしょう。渡辺薫さんは宮城県生まれ、株式会社 WJ プロダクツ代表取締役、作家、美容、健康、メンタル、自己啓発、成功哲学など女性が内外面からきれいになる方法を独自の目線で分析し配信しているメンタルコーチでもあります。20代は月10万円貧乏生活、30歳で離婚、39歳で流産という三重苦を経験しますが、2006年から始めた美人になる方法ブログは1日1万人が訪問するカリスマ人気ブログになります。またコーチングのコーチとして全国のみならず海外でもセミナーを開催し、国内外問わず多くのファンから支持されています。著書には美人になる方法、なぜかお金を引き寄せる39のルールなど15冊の本と電子書籍を世に生み出しています。気になった方はぜひ本やブログを読まれてみてくださいね。では泉さんの方に、ね、モチベーションを保つ方法を聞いてみたいと思います。はい、うん、さっきちょっとメモっていたんですけど、はい、そのメモっていた内容が今、うん、読み上げてくださった内容と結構かぶっていたところがあったので、はいはい、嬉しいなと思って聞いていました、うんうんうん、まず一つ目は原点に帰ること。うん、私はなんでこれをやろうと思ったのかっていうところ、まあ、初心に変える、はい、そうですね、うん、と私の場合はまだ会社員として働いていて、これからメイクアップアドバイザーとして活動していくんですけど、うん、やっぱり日々の生活に追われた、こう、まあ、仕事もして子育てもして、まあ、忙しいと言ってしまえば終わりなんですけど、うん、で忙しくてもうでも本当は私何したいんだっけっていうところに戻って、うんうん、そうだやっぱり私はこれをしたいんだっていうことを確認すると、モチベーションが保てるっていうのが一つ目です、うん、で二つ目が目標の人や憧れの人の本を読み返す、うん、少しでも近づこの方みたいに少しでも近づきたいっていうふうにやっぱり思えてくるので、うーん、はい、それがモチベーションアップにもつながりますね。で3つ目が、夢を持っていて自分自身も行動している方に話す。うーん、そうする
言うとそういう方って自分自身も夢を追いかけていたり夢を実現していたりするので、うーん、あ、大丈夫だよとか言ってくれるので、そうですね、応援してくれるし、なんか自分だけでこうもやもや考えて いるだけでは気づかなかったような違う視点からアドバイスをくれたりするので、うーん、人に話してみる、そうするとまたそれもまた原点に戻ることにもつながるので、うーん、はい、この3つですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、私もね、似たようなところありますけど、同じ志が高い人と会ってお話をしたり、セミナーに参加したり、本を読んだり、テンションが上がる音楽を聴いたり、そしてまたこのね、自分のね、ラジオYouTube で過去の番組とかを見ながら、いや、これ本当の話なんですけれども、見てモチベーション、まあ、テンションを上げていくっていう作業を行ってます。よかったら皆さんもぜひね、この番組もねモチベーションを保つ方法の一つとして慣れたらいいなって思います。はい、ではこの番組では、あなた自身あるいはあなたの周りにもやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちを募集しております。周りにいらっしゃればぜひご紹介ください。それではここで最後の曲をお届けいたします。デフテックありがとう。のこれ歌って読んだらいいんですかね。はい、詩という詩と書いて歌と読みます。いやー、ちょっとエンディングまで少し時間が足りないかもしれないので、先にこの曲を選んだお話から聞いてみましょう。うん、はい、これはそうですね、デフテックさん大好きで。なんで好きなんですか？もうメロディーも歌詞も大好きなんですけど、と10年前ぐらいですかね、沖縄にライブでいらっしゃったんですけど、はいはい、その時行けなくて、あ、行けなかったので、そのライブの DVD を買ってそれを見て楽しんでたんですけど、やっぱり行きたいと思ったものには行かなきゃって、あ、ちょっと後悔、後悔ですね。頑張れば行けたかも、仕事だったんですけど、頑張ってお願いして交換してもらうとかして、その後一旦解散しちゃったんですけど、今再結成してるのかな。なので行きたいと思った時に行かないと次はないという。そうですね、そうですね。あ、そうなの、それぐらい好きなんだ。それを思い出しますこれ。あ、行けますよ、大丈夫です。行けます、ね、行けます、行けます、大丈夫です。はい、なんかね、聞こうと思ってたことがあったと思うんですけど、なんだろうな。あ、そうそうそう、じゃあラジオに出て見られての感想。はい、もう緊張しました。緊張しました。はい、え、今も。はい、なんか汗かいてますあ、でもしのさんが、楽しくお話してくださったので、はい、ありがとうございます。伝わりましたかね。伝わりましたよ。伝わってますかね。伝わりましたよね、ひろきさん。はい、よくなんかひろきさんからなんか他に聞きたいこととかありますか？なんか女性の視点からよりやっぱり男性の視点もすごく聞きたいなっていう内容だったなと思います。さっき言ったみたいに、うん、あんまりメイクしない人、うん、に対して自分の友人、うん、恋人とか何かに、はい、そのいいよって伝えるにはどうしたらいいのかっていう。ああ、メイクしない人にメイクの魅力をどうやって伝えるか。褒めてあげたらいいんじゃないですか。あ、メイクした時にです、うん、あ、なるほど、やっぱりそれがいいんだ、うん、褒めるとやっぱりね、女性はね、そう、そうですね、褒められたら、あ、じゃあもうちょっとやってみようかな。そうそうそう、そうかも。そういうお友達が結構いるんですか？いや、でも結構台湾人はメイクしないの分かりますあ、そうですね、台湾の方はね、あんまりメイクしないですよ。なんか肌に負担がかかるとかあるいは暑いからメイクが落ちちゃうっていう、落ちやすいです、確かに。うん、私住んでた時そう思いましたね。あ、そういうのもあるからかな
でも本当もったいないと思って、私も台湾の人、ね、綺麗なのに、うん、俳優とか女優さんみんな美人だね、うん、そう、服はとってもなんかこう華やかなんですよ、うん、だけど顔があれなんか顔だけなんか少し逆にメイクしないから浮いちゃってるような、うんうん、あのね服の色が日本だったら、うん、あ、そろそろ、はい、曲あります、はい、さてお送りしておきましたしののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちですが、お聞きの皆様は楽しめましたでしょうか。さっき聞きましたよね。あの楽しいんだということでした。はい。で、もう一度泉さんの今後の予定や告知したいことなどありましたら、はい。はい、と今後まずは眉メイクのレッスンをしていこうと思ってます。あ、眉メイクから始める、はい、全体ではなく、はい、あ、なるほど。そうで、全体となるとやっぱり時間もかかってしまうので、うん、眉メイクのレッスンをまず始めていきたいと思っているので、はい、それブログで告知していきます。はい、じゃあもう一度ブログ名は幸せ美人、あれ、幸せ美人のメイクレッスンです。はい、幸せ美人のメイクレッスンにどしどしご応募いただければと思います、ね、チェックしてみてくださいね。はい、それでは本日もどうもありがとうございました。来週もまた同じ時間にお会いしましょう。お相手は私しのとメイクアップアドバイザーの泉さんでした。それでは皆さん、さようなら。さようなら、ありがとうございますありがとうございました。ちょっと動画の方に続きを。そう、さっき服が台湾の方、うん、台湾じゃなくて日本だったら、ベージュ、コーン、グレー系が多いんですよ、うん、で台湾だったらもう赤とか黄色とか緑とか、うん、結構鮮やかな色の服とかも多いんで、そういう服を着ているのに顔がパッとしないっていう、うん、だからなんか不自然な感じ、うん、日本に慣れてた部分もあったので、うん、ファッションに関しては、それも私もちょっと慣れてて、赤い服に私もメイクしないで怖いと思いました習慣っていうの、習慣ずっといたかな。じゃあ皆さん今日もありがとうございましたまた聞いてくださいね。じゃあ失礼します。一緒に撮る、いるんだったら一緒に撮る、はい、はい、ありがとうございました。次の番組が始まります。今日も学んだね。なんか質問ももっと考えといた方がいい。ぼーっとしちゃう本番中ね。ぼーっとするか緊張して忘れるからね。すごい、本当に勉強になる。Oh.